ちのごきげんよう第2回目です。よろしくお願いします。さあ早速ですが、ホモエさんからどんどんサイコロ振ってもらおうかな、こんな感じで。はい、お願いします。何がいいかな、何が出るといいな。せーの、何が出るかな、何が出るかな。恋の話、うん、ラブ、うん、ラブ、ありがとうございます。恋は僕たち一人で NG、 NG なの。じゃあ次のやつやろ。いい、なんでって言われた。なんでで聞いてよ。あ、なんで。今もちょっと本当進行形だから、今日もだって一日も90回ぐらい考えてる。あ、じゃあその人のこと、うん、あ、じゃあもう次のやつやろか。次のやつ行きます。おーっと、これね、こう腐るといけないからね、こんなこと喋ったら。あ、そうなの。あ、何の、本当に喋らないの。喋らないよ。本当に、本当に恋してんの。怖い。本当に恋してんのに、なんで格好してんの。私、相手はあなたが恋してる。家にやめて。もう深掘りしないでと。分かった、ね、分かった。じゃあもう汚い足で踏み込んでこない。深掘りしないで。深掘りしないで。本当に一緒のお願い、これだけは。うわ、ほんなしよ。分かった、もう一回だけよ。過ぎてたらもうダメだからね。はい、何が出るかな。あー、はい、ね、分かった。これね、言いたいよ。言いたいね。言いたくない。あれ、これ今これだったじゃん。あれ、絶対ね、落とし方が今だよね。思い出に残った話。うん、懐かしい。うん、懐かしい。もう渋々よ。渋々。でもとっておきだから、これとっておきの爆弾をちょっと用意してるから。そうなの。大体ね、私も本当さっきというかこの間の続きじゃないけど、うん、忘れっぽくて人の顔よりも行ったとこ忘れちゃうのよ、風景とか。あ、びっくりした。食べたものも最近はもう忘れちゃうけど、なんかこう写メ撮ったりとかして、うんうんうん、そのね、一日一日こう撮っとかないと忘れちゃうんだけど、大体そのどっか行った時も景色忘れちゃうのね。で、唯一残ってるのが、この間ほら小林さん、アスさんがさ亡くなって、うん、この木なんの木気になる木や、うんうんうん、あのテーマソングを、ね、CM の曲歌ってたから、うんうんうん、そういや行ったことあるじゃんって言って、うんうん、20歳ぐらいの時にハワイね。そう、あそこのあの木、うんうん、結構覚えてるんだよ。あれ覚えてる。あれ覚えてる。私は全然覚えてない。そうなんだけど、一緒に行ったよね。行った、うん、だから行った時はなんとなくわからなかったけど、な、うんで覚えてるかっていうと、うん、あそこにトイレあったじゃない。何の。あのトイレがどこでもあるじゃん。こう木しか入れない公園なのよ、あそこ。そうだったわ。でトイレがポツンと白いトイレがあったの、うんうん、で私またお腹が痛くなったからマーキングして、うんうん、うんこしてたの、うんうん、こうしたら、あれ外国のトイレだから、うん、昔っていうかちょっと穴が開いてる。うんうん。ほんでそういうところってなんかまあ芸の人の落書きがあったりとか、うんうんうん、で海外だからまあいいわと思って、うんうんうん、でうんこしてたら目の前にこんな大きな穴が開いてたの、うん、ほんでちょっとなんかチンチン出てきたらどうしようと思って、うんうん、ほんで恐ろ恐ろうんこもしたいけどと思ってこう覗いてたら、うん、なんかもう茶色い剛毛のあのジェロニモさんみたいな、うん、た髪の毛、うん、あいつがバサバサってやったのよ、うん、現地人の人がいるのかしらと思って、現地人というか、うんうん、誰かいると思って、うん、でここにノブがあったの、うん、どういうことかしらと思ってピッて開けたら掃除箱だった。そういうこと。奥義がある。人じゃなかった。そりゃそうよねと思って、こんなところに扉あるわけないわと思ったけど、穴が開いてるから。なんで穴開けてんの。お前やら穴が開いてるから見ちゃうわ。何かいるわ。そこが奥義だったこれ。で、その、うん、そんなことよりもあの、うん、ハワイの懐かしい写真を持ってきた。懐かしい。このアルバムがこれカメラ屋さんでもらえるやつ。そうこの間引っ越した時にさ、いろいろ前のやつが出てきて、でいろいろ見たね。で、うん、2人で行ったんだけど、うんうんうん、あの宝くじがだ、そうそうそう、あのくじがだってね、見しちゃおうかな、あ、今回もすごい、お前さんのすっぴん、すごい、何か出していいの。え、バレちゃうよね。あ、バレちゃう。別人だよ。嘘で。皆様、大公開、おもえさんのすっぴんが初めてじゃない。初めて。2人で写ってるのもあるじゃん。うん、あれどっかにあるよね、うん、私たち2人で行ったよね。2人で行ったけど、あ、これあんたばっかじゃない。ちょっと待って、そこは本当に合ってる。2人で行ったのよ。記憶大丈夫。これちっちゃいじゃない。あんたこれパラセーリングで分かんなくない。これ私
肛門かと思っちゃった。やめなさい。また肛門。あ、でも懐かしい。ないね。あるわよ。本当にないね。私一人で行ったのかな、私。やめなさい。あ、いた。あ、これがホモエさんで。やだ。これが私だ。あ、受けない。顔が違う。違う。私体型が違う。顔が違う。ちょっと、パーツが一緒じゃない？うん。ホモエさんの頃、目がクリクリと。スゴロクがでかくなった感じが。パーツが一緒じゃん。そりゃパーツは一緒でしょ。でも配置変わる人だっているじゃん。まあまあまあね。でも私もか分かんないよね。うん、いや全然違う。この頃この嫌だったけど今モテた。今だったらこういう風にしたかったね。人へのさ、うんうん、もう取り返すかないこと。本当に二重憧れたもん。あんたがだってもうスーパーアイライン決まってるからやっぱ二重。アイライン見てません。見てください。見てください。あとでじゃあ皆様に、おもえさんのすっぴん大公開でございます。ありがとうございます。はーい。でもハワイ行った時もあれじゃん。その思い出に残ったっていうこと。なるほど。うん、あれ私でも一番思い出はあれだよ。あのゲイビーチでハワイの。あそこでこう、あのちょっと全然出てこないから、うん、何やってんのかなと思って、ここ、べっ、飛び出てきて。って言うから何してたのって言ったらずっとチンコ舐めたらしいから。でもその舐めてるチンコの唾液を飲んだら死んじゃうと思って唾液だけベーって言ってたでしょ。出しながらそうそんな舐め方できるんだと思って、いやすごいわって。潔癖症だから。そう潔癖症なら加えるんだよ。見て本当よね。知らない人そういうとこだもん。しょうがないじゃん。そうでしょ、ね、そういうとこじゃないの。うん、私一人持ちで吐いたい吐いたいってね。懐かしい。それでは、はい、あんちゃん、はい、お願いします。はい、はい、はい、何が出るかな、何が出るかな。あっ、はい、ようやく出ました。恋の話、これはね、ラブ、ラブ。でもこういうところの得意分野のさ、ちょっと決めてもらわないとね。そう、僕あのよくこういうあの話聞かれるでしょ。これなんかまあ、例えば番組だったり、うんうん、こうラジオでもそうなんだけど、最初のきっかけはとか、うんうん、最初私まるまるを始めた初めてやった時とか想像してたんだけど、うん、全然違うの出てきちゃったから、ちょっとあたふたしちゃったんだけど、うん、そう化粧した時の話しようかと思ったの本当は。ああ、はいはい、最初にね。そうそうそう、うんうんうん、だけど恋が出たので恋の話するね、ちゃんと、うんうん、してみよう。してみよう。出たからして出たからにはね。そう、あのね、私ね一番記憶がある、これ間違い、まあ、例えばエッチなことしたのは、うん、14歳とか15歳最初やしたの、中学2年生ぐらい、うん、だけど芽生えは、うん、4歳とか5歳は、うん、それをすごくよく覚えていて、うん、幼稚園の時になんかあの運動場にこう座ってね、うん、なんかこう戦隊ものが工業に来るっていう回なかった、幼稚園の時。多分ね、なんだろう、ゴレンジャーとか、ゴレンジャーが何そのショーをしに来るってこと？幼稚園、幼稚園に来たり、そういうのあったかな。こうなんかありませんでした、そういう工業みたいなやつ。そうあって、そうちの幼稚園はあったの、うん、愛知県犬山市だったんだけど、うんうん、そこに、まあ、岡田君っていう、うん、同級生っていうのかしら、同園生、うんうんうん、いやあの同じ幼稚園の同い年の子なんだけど、うん、その幼なじみでよくない？幼馴染なのかな。幼馴染みなのかな。いや今別に仲良くもないからさ。あ、そうだ、ね、そうよね。そう、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 ないでしょ。その子がさ、ずっとさ、私の横でそのゴレンジャーみたいなやつを見ながら、うん、ずっとね、もぐもぐしてるの、うんうん、ずっと、うん、何食べてるの、うんうん、でも言われてるの、おやつは持ってきてはいけません、うん、あと幼稚園にこうジュースとか、うん、お菓子を持ってきてはいけません、うん、って言われてるのに、その子ずっとなんかでもぐもぐして、うんうん、で言ったの、なんか食べてるのって、うん、何食べてるのって言いましたら、うんうんうん、その子が、うん、やって出して、うん、ふって足の口の中に入れたのガム、うん、もう忘れましたよ、ロッテのコーヒーが、うんうんうん、いや嫌いだったコーヒーが、本当はね、あいいやつね、うん、あ、 そうあれを、うん、食べてふってやったの、うん、その時に、うん、いやって思わずに、うん、私あって開けちゃったの。あ、でもちょっとわかる、あの瞬間に、あの時は分かんなかったの、うん、だけど私ある雑誌を書いてる時に自分の恋の芽生えの話をこう打ってる時に、うん、はっと思い返したら私なんであの時口開けたんだろう、うん、と思って、うん、自然と多分 S と M が成り立った瞬間、本来だってさ嫌でしょ、人が噛んでるかもしれない、うん、
食べないよね、食べないわよっていうところが、なんか入ったら時に、うん、えっと思って自然にね受け入れちゃった、うんうんうん、私の最初の恋の芽生えここだってそこがいやでもなんか私好きだわ、ね、そういう話その話なんかわかる全然あったと幼稚園の子違うよコオロギ虫ってたじゃないコオロギの頭虫ってそれ高山の人スズキって書いてあったの食べたよーく綺麗に描けたよねって言ってうわ高山の人昆虫食べるから食べないか誰がコオロギの頭虫スズキって書いてあったのにそれどうかと思うよ私もそれ言うって食べてる虫殺しどんなこと思うよ本当にでもさ、その男の子のさ、男の子のガムをさ、こうやってさ、普通にさ、何にも、うん、ほらっていうのってちょっと男っぽいよね男っぽいかっこいいよね、うん、何か教えるのにガムだけじゃなくって、うん、パッと出してポイント出してこれみたいな、まあ、それまで意識もしてなかったんだしてなかった、そっからするようになるよねこの子も友達でもなくて、うん、友達でもない、うん、だから何しろ私の記憶がその子とその子にガムを食べさせられたことと、うんうんうん、その子の親が迎えに来るまでその子といつもその子の近くにいつもいたことだけはすごく覚えてる。ああ、またくれるじゃないかと思った。またくれるのか。違う。でもそうじゃない。付けじゃないんだから。いや可能性あるよね。もう一回ちょうだい。もう一回して。またあなたの噛んだそのガムが欲しいっていうね。だって幼稚園児でコーヒーでまたビターよ。そんなそこはどうでもいいのよ。なかなか渋いと思うけど。普通チューインガムのね甘いやつをそこだけどさガキガキガキそこじゃないんじゃない味はいいのよなかなか渋い話だわまあまあまあでも甘いコーヒーたちだもんねそう、うん、そこを追いかけるようにしてるかもしれない、うん、でもそれをさこうふって食べて幼稚園の子がこうやってうんほらなんてかっこいい男じゃんかっこいいいやもう味吸っちゃっていらんかったんじゃないいやでもいやそうだったとしてもそのアクションを受け入れられちゃったのがびっくりしたわかる思い出してみたのねうんうんおしゃれな話だわ、うん、大人になったら彼が今どうなってるか見てみたいねそうだねタイプだったんだろうな私だから潜在的に、うんうんうん、そういうのでまたタイプになっちゃう時もあるしね思い出そう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 、うんうん、だって女の子にこうやってやられたら多分なんかこうなってたかもしれないわかるわうんまあ、開けてたかもしれないけど、うん、この人がこうやってやられたらどうするこうやってやられたら何食べてるのって言ったらうんって言ったらいやなんか変なもんといっぱいついてきそうじゃないあのお前さんが食ってたらってことそうそうそうご飯食べて屈折してるわからないね陰謀とかね本当に陰謀はねお好きだったからほらうんいろいろ性癖が激しいのね皆さんであんちゃん何メイクをし始めたのは何歳なの私メイクし始めたのはそれはもう小学生の低学年、母親のお化粧道具をもうどこ今わかるよこうやってくるくるってやって赤色のものは口につけるものこうやってるものはファンデーションって今わかるけどあの時って広げてみたら何かわからないからとにかくあ私ねこの世代の人たちを知ってる見てる人分かってるかどうかわかんないけどデッドアライブのビートバーンズあ分かる分かる分かるデッドアライブとかカルチャークラブとか、うちのお姉ちゃんと世代が一緒なのこの二人がであの人の部屋ぐらいにしか応接間と、うん、あの人の姉貴の部屋ぐらいにしかテレビがなかったのよ、うんうんうん、である時テレビをパチッとつけたらデッドアライブの You Spin Me Around だったと思う、うん、それをそれが映像でやっててビートバンズの、うん、眼帯つけて、うん、地球でやってたレオタード入ってる、うんうんうん、あれがすごい私にはポルノだったの、うん、ポルノ変なものではなかった気持ち悪いとか可愛かったけどとかっていうものではなくってシンボル何これみたいな、うんエロあれのおちんちんだったかどうか思ってないんだけど、うん、何これと思った次の日には母親の化粧品をもう漁ってたあだからもうあれだね あの憧れじゃないけどかっこいいと思ったし、うん、思った、うん、なんか惹かれるものがあったんだよねやっぱり今もそうなのだから女装するイコール変質とか、うん、女装イコール変な人っていうよりかは女装イコールかっこいいものにならなきゃいけないがあるかもしれないあ分かる分かるそれはもうね勝手に私が見せていただいてもね明らかに違うよねあれが変質自然だよ自然よ自然だよお前さんって分かってるからだけどあなたねえまたこういうの前にこの人いたらどっち入るのこの人って長野なんか歩いてたら多分麻酔銃撃たれるよだからこれ都会この辺ならいいけどさえ虎かなんかと思われる虎じゃないわよウーバーはウーバーは虎じゃないかひょうよ多分そうねそうかでもやっぱり美意識も違うからやっぱね
全然違って、小室さんやっぱりナチュラルなさ、やっぱりナチュラルね、ナチュラルな普通のなんて昭和のねアイドルを目指してらっしゃる。今日栗原はるみ見たのね。今日誰？今日ねちょっと誰だろうなと思ったんだけど、これやるとね、うん、丸山桂里奈さんって言われた。そうね。確かにおでこがね。暑いね。暑いね。お願いします。何、もう一個しかないんだよな、うん、何が出るかな、何が出るかな。いやあ、さっき出た、役に立つ話。納得。納得。ありがとうございます。これはね、本当ショートな、ショートでね、ショートムービー。役に立つ話ね、なんだろう、この店のスナックのママとか必見な感じ。こうさ、白ペン持ってきたわ。ボトルとか下ろしていただくとさ、白ペンでこう書いたりするじゃない、うん、するピピーって、そうそう、ピピーって書いてさ、うん、で、あんまり出ないとさ、こうやってあーってこうなるじゃん。なんでなんだあーって、人の店でこんなことなるじゃん。なんてことしてんのやった。本当はね、うん、台持ってきたんだけど、台じゃあやってよ、台で。こうなったらどうすんの。こうなるともう消えないじゃない、うん、あーあーバカどうすんのってなるでしょ。私のセリフよ。これさ、なんかまあ駅とかでもいいんだけど、うんうん、この辺にあるさ、大体こういうお菓子があるじゃん。うんうん、おかき的な。おかき、うんうん、私今最近使ってるのね、これは、うんうん、バカウケのごま揚げ、うん、ごま、もうこれ何人もこいつが一番いいのよ。こいつをね、軽くこうやって砕いて、やると、ほら、ああ動くない？ああ、考えたん。違う。立ち上がるじゃないか。おいくつですか？ねえ、リレーもさ、あ、でも。イラってしたでしょ、さっき。うん、自分の人のうち、お前、俺の店で、みたいな、うんうん。あれがなくなるの、あ、いいわよ、って言って、あられで、ちゃちゃちゃって言われるから、イライラしなくなったの。あ、これでやるから。程よい研磨と油で消えるのよ。え、何、こっちは、これは何、これは違うんだもん。これは違うわけ。何かしら。あ、いけた。いけた、すごい、このおかき、何でもやれるんだね。そうよ、今最近好きなのはこれが一番いい。じゃあお客さんバカウケ、あんたお店でお客さんがこうやってあーとか言ったらこれ、あ、もういいのよ。そう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 、なかなかあるそんなこと。でも大体もう何を干すのって確かに確かになってたじゃん。でもバカウケない時はどうすればいいの。バカウケ買いなさいよ。違う、だからカッパエビセンもあったんだけど、硬めのやつがいいんだけど、最近好きなのこの程よい。じゃあカッパエビセンでもこれでも何でもいいんだ、うん、でもこの歌舞伎揚げっぽいの方が油が多いから、うん、あ、そういうことか。いわゆるでも油ちょっと使う方があといいんだね。そうそう、うん、でこの研磨、硬いのの研磨とこの油で、うんうん、よかったわないかよかったのかなかったのか、役に立ちました。ありがとうございます。ショートでありがとうございます。それでは最後、あんちゃんお願いします。お願いします。はーい、はい、よいしょ。何が出るかな、何が出るかな、タラララン、タラララン、思い出に残った話、うんうん懐かしい、うんうん懐かしい。はい、それでは、はいはい、思い出です。思い出ですね。思い出いっぱいあるそうじゃん。思い出に残ったことだよ。思い出ってだって漠然とテカテカしてるからね。すっごい綺麗で、ね、桃江さんのあのお菓子でコリコリ、これ油がべったりね。思い出か、多いもんな思い出って。その何系の思い出だよね、うん、まあ、だからじゃあ辛いやつ。え、辛いやつ、辛い思い出なんかだって45ですよ。1個2個じゃないよ。そうだよね。いや本当だよ。だからパッと思いついて、ホマさんもいるから、うん、まあ、ちょっとこれにしようかな、うん、札幌ゲイパレード、うんうん、行ったね。そうそう、ホマさんとよく一緒に、まあお仕事なんだけど、はいはいはい、一緒にまあ行く機会があってね、うん、で行く機会というか、まあ連れて行かれてたね、うん、どちらかというと。私はまああるきっかけでまた行くことになったんだけど、まあそれ話すとまた長くなるから、うん、あれ置いといて、お前さんとよく一緒に行って、パレードも参加してやってたんだけど、うん、あのパレードの会場にね、めちゃめちゃ可愛い子がいたの。
はい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 、可愛い子がいて、覚えてる何人ぐらいいるのだってそれすごい人でしょ、1000とか2000とかいるよね。そうだね、時はね、へー、パレードに参加する人たちが、うん、札幌のゲイパレードって、うん、あの日本のマルディグラって言われてて、うん、あの日本の中で一番大きなパレードを誇る。 その当時は、あ、そうなの、あとそこしかなかったよね、東京もなかった、大阪、今全国であるけど、なんかよ、だけど札幌しかなかったからみんながまた行きやすかった。ああ、そうそうそう、で天候もいいし、なんかね、ちょっと出かけたんだけど、自動販売機あるでしょ、パレードの人、うんうん、あの普段のね、かける100倍とかで200倍とかの売り上げ、うん、自動販売機、それぐらい人から沿道もいるし、人も買うから経済効果バンバン上がるし、うん、私も自動販売機でジュース買ったってことで全部ぬるいの、もうなくなっちゃいね、なくなっちゃいね、ずっとトラックがだから、あの朝日には朝日のトラックあるし、うん、コカ・コーラの前にはコカ・コーラのトラックが止まったままなの、すごいね、すごいです、それぐらいも人がいっぱいいるんだけど、うん、そんな混雑した会場の中で、うん、一人一気は可愛いと思う子を見つけたのね、うん、私、うん、で私は全然知らない子だし、うんうん、まあ、パレードもあるし、うん、こんな格好もしてるし、うん、まあいいわと、うん、ね、まあ暇だったし、うん、お前さんの子可愛くないって言ったら、あ、まあまあまあ可愛いも私のタイプではないけど、うん、まあ、あんた好きそうねなんつって、うん、で言ってたら声かけてなって言ってないの人、うんうん、普通にパレード普通にみんなでバイ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 って、ね、うん、お前さんのところパッて振り返ったら、お前さんの横にその子いるの、これどういうのからって何やっとんだと、うんうんうん、まあ、この子がお前さんの横にいるんだって言ったら、うん、でペッて見たらお前さんが、あの子あの子あんたのタイプだって言ってたから、デリカシーゼロそうね、もうこういう格好の時ね、そうよ、そんなデリカシーのない大人を見たの、うん、自分の父親以来やべえ、一緒にしないで、それぐらいなんて人なんだと、あ、こんな格好してるから俺っていうわけにもいかないしさ、だから、あ、もういいのいいの、いや、なんかごめんね、もうさんがこうなんか声かけちゃってさ、なんて、もう精一杯のごまかしをやってんのに、なんかこう照れ隠してこうやって言ってるだけで本当にタイプタイプって言ってたから、追い打ちをかけるよって言うのよ。で、まあ、でもそれがきっかけで、うん、なんか、まあ、向こうが知ってくれてたの、その存在を知ってくれてて、運営側にちょっと携わってるような子で、うん、で夜こういうところで、あのバニーボーイバーみたいなことやってます、うん、ええー、ゲーバーで、ね、そう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 、うん、それ一緒に行ったよね、行ったね、行ったね、うん、でそこも、あ、せっかくだから行こうっつって、うん、あ、そうだ、接点も作ってもらったし、うん、でやめてよお前さんなんて言いながらも、うん、いいじゃないと、それで、あの場所も把握できたんだから行けるじゃないよ、うん、って言って一緒に行ったの、うん、で一緒に行って、で帰って、で一緒に帰って飲みました、うん、でそのある時間に帰らなきゃいけない、うんうん、仕事で行ってる、仕事で行ってる、みんなでこう大広間みたいなところで縮小しなきゃなんないから、うん、そこにはマツコもいたんだけど、その当時に行って戻んなきゃいけない、で戻って散々たらふく食べて、2人部屋だったから、うん、これ誰だら部屋でぼーっとしてたの、うんうん、そしたらお前さんが、あと行かなくていいのって言うの、うん、何が、うん、いや、あの子はもうお店いたじゃない、うんうん、でいたけど仕事中じゃないって言う、うん、いや仕事中でもなんか自分で一人で戻ってきたら、うん、いいじゃないって言って、うんうん、終わったら一緒に帰ればいいし、うん、いやそれはないわ、うん、その時彼氏もいたし、うんうん、そうね、ね、だからもう、いや、それはダメよ、うん、いや、でもあんた、いや、ちょっと黙っといてあげるから、行きなって、すごいアシストしてくれた、うん、優しい、向こうから、向こうからなんか連絡来たらどうするの、どうすんのって言ったら、うん、行くね、私、そうね、って言ったら、ピローンってなんか音が鳴るじゃない、うん、何と思って、そしたら、抑えさせていただきました、私がね、浮気をするかもしれないっていう。動画を撮ってたのよ、この人。あ、なるほど。やるかやらないかって時に、こいつはやるわっていう。いや、だから道理で、私は行かない、あ、もういい、無理無理無理、やらないやらないって言ってんだけど、言わせたいんだよ。あああああああもしもし向こうから言われたらどうするの。そう。したら行くね行くねあ消してそれこうしたらでも笑いながらさ、動画撮るんだって、どうかと思うよって言ったら、謎のしょうもない。ほんと、ほんと、落ち欲しかった。落ち欲しかったね。これ、たかしさんも知ってる子だから、その子。だーそうなの、付き合ってた子っていうのは。あの今こう、お花屋さんにも携わってる子いるじゃない。T 君ね。T 君って。あー !TK? そうそうそう、TK。そうなの？ TK とその当時。聞いたことあるわ、付き合ってて、うんうん、でそれもいるから私浮気はできないって言ってたんだよ、ちゃんと、うんうん、言ってたのに
浮気する現場を抑えたいもんだからすごいアシストしてくる。あ、そういうことね、TK ちゃん壮大なプロジェクトだった。ほんとだね。で、最後の最後から引っ掛けて、そう、最後の最後にはじゃあ向こうがどうしてもやりたいって言ってきたらどうするっていう。そりゃそんなもんさ、行くよね。あそう、パチッとさ、それ今も忘れない、思い出から恨みかも。ほんとだね。結局だよ、行ってないわよ。行ってないよ。あと、え、こっそり行ったじゃん。あ、行ったね。行ってないで。いや違う、行ってないわよ。こっそり、こっそり行ってんのは何回もから。違う、こっそり。後日、何ヶ月後かね。あ、そういうことね。それは言ってる。あ、行ったね。行ってない。行ってないで。やってるね。やった、やった、やったの？やったね。やったらよかったじゃん。やった。やれたらいいじゃん。私やったね、それ。かわいいんだ。かわいいんだ。へぇー。かわいいんだよ。じゃあかわいそうにそのね、その頃の彼氏ね、TK くん、回り回ってさ、今うちの花屋にいる子だよね。そうだ、そうだ、そうだ、回り回って。回り回ってね。本当に。今日は本当に楽しい時間。ありがとうね。ありがとうございます。また今度こうやって集まってさ、またお願いしていい？サイコロずっと置いとくから。まだ置いとくんだ。ありがとうございました。ありがとうございます。皆様、ありがとうございます。またねI'm not sure if I'm going to be able to do it.